高校生が婚約。私は高校1年生の女子です。先月から中学校も高校も違う子と付き合っています。中学校の頃に塾で知り合い、お互い惹かれ合って付き合い始めました。付き合う前からお互いが大好きで仕方ないという感じだったのですが、違う高校に進み、どちらも運動部に入るつもりで、会える日は塾がある水曜日と部活がオフの月曜日だけです。3月のある日、彼氏に婚約されました。俺にはお前しかおらん、同じ大学に行って将来結婚してくださいと言われました。すっごく嬉しかったです。高校に行って気持ちが離れるのかなと思っていましたが、そんなことはなく、今でも彼が大好きです。彼はこれが縛っていると思っているそうです。私は大好きな彼だから結婚したいし、私が高校に馴染めなくて毎日泣いていたら、毎日会いに来てくれて抱きしめてくれました。すっごく安心して涙が止まりませんでした。でも彼はもう本格的に部活をしています。私は彼のオフに合わせられるよう文化部に入ろうと考えました。でも彼は俺の気持ち変わることないから、やりたい部活に入りなって言います。運動部に入ると確実に会えなくなるし、すれ違いも増えるなと思います。そんなことを考えていたら、彼に3年後大学行くとき迎えに行くから、それまで勉強も部活も頑張ってと言われました。彼の言葉は信じていいのでしょうか。最近私の方が重くなってきた気がして辛いです。違う高校同士だから余計かもしれませんが、彼の言葉を信じてもいいと思いますか。何その素敵な彼氏、羨ましいわ。妄想じゃないよな、実話だよな。ああ、もう羨ましいな。そんな素敵な彼氏の言葉なら信じてやれや。末永く爆発せ。